どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回解説するのは、知名度、人気ともにトップクラスで、最も愛されている、20世紀を代表する科学者だ。ってことは、あの人しかいないわね。その通り、相対性理論でおなじみの物理学者、アルベルト・アインシュタインだ。アインシュタインの人気はすさまじいものがあるわよね。アインシュタインはドイツ生まれの物理学者で、相対性理論、光電効果、ブラウン運動など、物理学界の革命となるいくつもの論文を発表したことで知られており、天真爛漫でサービス精神旺盛、グッズや名言集などが出るほどの人気を持っているぜ。一方であまり知られてはいないが、イケメンで女好きな暴言家、という一面も持ち合わせていた。そうだったの？今回は、そんなアインシュタインの生涯やその医療、そして恋愛模様について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。アインシュタインは1879年、南ドイツの商業都市で、ユダヤ人家庭に生まれた、町工場を経営する父、明るく陽気な母と、平均的なユダヤ人一家だった。一般的な家庭から天才が生まれたのね。しかし、アインシュタインは小さい頃から天才ぶりを発揮していたわけではなかった。そうなの？アインシュタインは5歳頃まであまり言葉を話さなかったと伝えられている。それを見かねた両親はアインシュタインを病院まで連れて行ったほどだ。そしてようやく喋るようになっても口数が少なく、周囲への反応も遅かった。そのため小学校時代には周囲の先生や生徒から、のろまな子だ、と思われることが多かったんだ。小さい頃は優秀ではなかったのね。さらに暗記科目は大の苦手。今であれば間違いなく学習障害児に分類されていただろう、とすら言われている。あのアインシュタインにそんな過去があったなんて。しかし一方で、数学に関しては傑出した才能を見せた。アインシュタインは9歳でピタゴラスの定理を知り、自力で証明した。そして12歳には微分積分を独学で習得したぜ。やっぱり天才だったんじゃない？また、この頃友人から天文学の存在を聞いたことをきっかけに、アインシュタインは物理学に興味を持ち始めるようになる。そして自然現象などにも大きく疑問を持つようになったアインシュタインは、先生や同級生などに疑問を聞き回るようになったんだ。疑問を解消しないと気が済まないタイプだったのね。しかし、この頃アインシュタインが通っていた学校は、軍国主義的の重苦しい校風であり、生徒は、先生に聞かれたことにだけ答えていればいい、という風潮もあった。そのため当然、アインシュタインは先生たちからよく叱られるようになる。学校とは何なのか、考えさせられるわね。ただ、そんな軍国主義的な学校でも、アインシュタインの知的好奇心を抑えることはできなかった。なぜ月は夜だけ輝くのか、なぜ海は青いのか、アインシュタインには、目に映る全てのものが素朴な疑問になった。こうしてアインシュタインは一人で物思いにふける少年へと成長していった。科学者っぽい成長ぶりね。そして1894年、アインシュタインが15歳の時、父の会社が行き詰まり、新たな商業的機会を求め、一家はイタリアのミラノに引っ越すこととなった。当然自分も引っ越し、この軍国主義の学校から離れられると思ったアインシュタインだったが、父は卒業までの残り1年、一人でミュンヘンに残るよう言ったんだ。しかし、軍国主義的な学校に耐えられなかったアインシュタインはどうにか学校を辞めようと画策するぜ。一体どうやって？アインシュタインは医師に嘘の診断書を書かせ、それを口実に退学を申し出たんだ。そしてアインシュタインは追いかけるように家族の元へ向かった。なかなかな作戦だったわね。まあこれはドイツ市民権を放棄し、兵役義務から逃れるためでもあったため、この後アインシュタインは無国籍状態で数年過ごすことになるぜ。そしてアインシュタインはこの翌年、スイスの名門チューリッヒ連邦工科大学を受験する。しかし勉強不足もあり、合格基準を満たせず不合格になってしまう。ただ、数学と物理の点数が最高ランクであったため、アーラウの学校で1年間中等教育を受けることを条件に、翌年度からの入学資格が与えられたんだ。典型的な理系だったのね。アーラウの学校での同級生は、アインシュタインの素朴な疑問を一緒に考えてくれる人ばかりで、物理学への興味をさらに深めていくこととなる。そして1年後には問題なくチューリッヒ連邦工科大学に入学するぜ。そしてここでアインシュタインは運命の女性と出会うこととなる。ついに恋愛の話になるのね。それがミネバ・マリッチ、アインシュタインの最初の妻になる人だった。アインシュタインはミネバの魅力に取りつかれてしまい、熱烈なラブレターを長期にわたって送ることとなる。君のいない人生なんて人生じゃないよ。君に出会うまで僕はどうやって生きてきたのだろう、など甘い手紙を送り続けた。なんだか情熱的で好印象だわ。しかしその一方でアインシュタインはちゃっかり遊んでいたぜ。大学で知り合った美女と浮気、入学前からの友人女性に言い寄ったりもした。その間にも、ミネバへの熱烈なラブレターは欠かさないぜ。全言撤回、女の敵みたいな人じゃない。そしてアインシュタインは大学でさらに物理学にのめり込むようになった。語学などの授業には一切顔を出さず、ノートも友人に取ってもらっていたぜ。そして余った時間は物理学の研究に費やした。しかし、物理学の好きなことしか研究しない、という姿勢のせいか教授からは嫌われていたぜ。教師になろうと思っていたアインシュタインは教員免許を無事に取得し、大学を卒業するが、教授との不仲の影響もあり、教師の働き口が紹介されることはなかったんだ。また、この頃スイスに来て市民権を得ている人に対して、髪の上のスイス人、として差別されていたことも原因だったと言われている。アインシュタインも差別されていたのね。そしてこれから2年間、定職に就かずに過ごすこととなったアインシュタインだったが、友人のつてでスイスの特許庁に職を得ることとなった。ま
また、定職に就いたことにより、これを機に見ればと結婚することにもなったぜ。定職に就いていないと結婚できないものね。また、この特許審査という仕事では面白いアイデアと出会うことも多く、忙しい職場ではなかったため、夜研究する時間も十分にあった。そのため、献身的な見ればによる研究のサポートに助けられながら、アインシュタインは研究を続けた。そんな環境にアインシュタインは満足しながら生活していたぜ。理想的な夫婦生活じゃない。そんな中アインシュタインは、光量子仮説、ブラウン運動、特殊相対性理論、という、物理学界の革命となる三方の論文を世に送り出した。名前だけ聞いてもいまいちわからないわね。まあ簡単に言うと、物理学の分野において、誰も思いつかなかったような革新的な論文を3つも出したんだ。つまりはすごいということね。そしてこの3つの論文は、どれをとっても単独でノーベル賞に値するものであった。さらに、この時アインシュタインはまだ26歳であったことに加えて、1905年の春から夏にかけて、たったの4ヶ月の間にこの偉業を成し遂げたんだ。これはよくアインシュタインの奇跡の年、と呼ばれているぜ。4ヶ月でノーベル賞レベルを3つなんて恐ろしいわね。学会に属していない特許局の審査技師がこれを発表した。ということでアインシュタインの名は急速に広まっていくこととなったぜ。そして1909年には特許局を辞め、チューリッヒ大学の助教授となり、それからはプラハ大学の教授、母校チューリッヒ連邦工科大学の教授を経て、1913年、ドイツのプロイセン科学アカデミーの会員になることで、ベルリンに移住することになった。しかし順風満帆に見えたアインシュタインだったが、その結婚生活には徐々に亀裂が生まれていた。亀裂？きっかけは大学時代の浮気が発覚したことだった。ついにバレたのね。これにより夫婦仲は悪化していく。さらにアインシュタインが学会で認められていくに従い、研究の右腕、出会ったミネバの存在は不要なものになっていったんだ。そんな中アインシュタインはいとこのエルザと不倫関係になってしまう。アインシュタインはエルザへの手紙の中で、妻であるミネバのことを、背負わなければいけない十字架、めったにいないブス、などと暴言を吐いていたことも明らかになっている。なんだかアインシュタインが最低な男に思えてきたわ。そしてついに夫の不倫に感づいたミネバは、息子二人を連れてチューリッヒへと引っ越すことになり、夫婦の別居生活が始まった。そんなミネバに対しアインシュタインは、ノーベル賞をもらったらその賞金を慰謝料に離婚してほしい、と申し出たんだ。ミネバはこれを了承、そしてこの2年後、ノーベル物理学賞を受賞するわけだが、アインシュタインにとっては学問上の名誉だけではなく、ようやく離婚できるという喜びも大きかったわけだ。ノーベル賞の重みが薄れるわね。そして離婚したアインシュタインはすぐにエルザと結婚した。しかし、この頃にはアインシュタインは世界でも大人気の有名人となっており、当然ながら女性からのアプローチも多かった。もともと浮気症のアインシュタインはもう来るもの拒まず状態で、好き勝手に遊び始めたぜ。それをエルザに隠そうともしないため、エルザは悩んで体を壊すこともあったそうだ。ここまで来るともう呆れるしかないわね。まあしかし、虚栄心の強かったエルザは有名人アインシュタインとは別れようとはせず、この結婚生活は生涯続くこととなるぜ。なんだか悲しい結婚生活を過ごしたみたい。また、この頃アインシュタインは世界各国を訪問しており、1922年には日本にも訪問しているぜ。ドイツから逃げてきたアインシュタインにとって、日本はとても穏やかで過ごしやすい国だった。そのためアインシュタインは日本を気に入り、これ以降、行きたい国は、という質問に対しては決まって日本と答えていたというぜ。アインシュタインが日本好きだったなんて知らなかったわ。日々を楽しく過ごしていたアインシュタインだったが、ここである事件が起こる。ある事件。1933年、ドイツでアドルフ・ヒトラー率いるナチスが政権を獲得する。これにより、ユダヤ人への迫害は激化することになるぜ。ユダヤ人であったアインシュタインはこの影響でアメリカへ亡命。その後、国家反逆罪とされたアインシュタインが再びドイツを訪れることはなかった。しかしアメリカではプリンストン高等研究所の教授に就任、再び平穏な生活を手に入れることになった。ドイツからアメリカに亡命した科学者って多いわよね。そして世界は第二次世界大戦へと突入していく。そんな中、とある訪問者によって、アインシュタインはある話を聞かされることとなる。それは、ドイツが原子爆弾の開発を行っているかもしれない、ということ。そしてそれを止めるためにも、アメリカでも原子爆弾の研究を行うように、大統領への手紙に署名をしてほしい、ということだった。アインシュタインはナチスが原子爆弾を持ってしまうと、さらなる大虐殺が起こり人類の滅亡すら招きかねないと考え、原爆をドイツより先に開発する必要がある、という内容の手紙を書いた。そしてこの手紙はルーズベルト大統領の元へ届き、原爆製造のマンハッタン計画が開始されることになったんだ。ちなみに、これによって計画の指揮を取ったのが、前回紹介したロバート・オッペンハイマーだ。前回の話にも繋がってくるのね。そして、原子爆弾が完成する数ヶ月前にドイツは降伏することになったわけだが、アメリカと日本の戦争は未だ続いていた。これによって原子爆弾の標的は日本になり、長崎、広島に原爆が投下されることとなったんだ。そうだったのね。アインシュタインはこの事実をニュースで初めて知ることになる。
それどころか、手紙を送って以降何も知らされてはいなかったアインシュタインは、これを聞いてひどく落ち込んでしまったらしい。まあドイツに対抗するために大統領に手紙を書いたのに、知らぬ間に大好きだった日本に原爆が落とされたんだからな。ショックを受けるのも当然ってことね。その後は原子科学者研究委員会を創設、自ら議長の役目を引き受け、核兵器の廃絶や戦争の根絶、科学技術の平和利用などを世界に訴える活動を行った。直接関与したわけではないものの、原爆製造のきっかけを作ってしまったことに、おそらく罪悪感、後悔も同時に抱いていたのだろう。そうして1955年、アインシュタインは76歳で生涯を終えることとなる。こうして波乱万丈な生涯に幕を閉じたのね。以上が、20世紀最高の科学者、アルベルト・アインシュタインだ。数々の功績を残しながらも、女性関係においては決して褒められる人物ではなかったが、そこが逆に人間らしく、大天才も普通の男性だったんだな、と感じさせてくれる。そんなところもアインシュタインの魅力の一つではないか、と私は思うぜ。まあ人間らしさに溢れていたのは確かだったわね。ということで、今回はここで終わりにしようと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。